ちょっと今の流れで告知していいですか来週の、えー、来週のですね、その着せ替え人形は恋をする、えー、MBS 毎日放送さんのドラマに、えー、出演しております。はい。今話題の奇せ替のドラマに、私、いや、ていうかね、昨日のなんか告知に一瞬映ってたしね、気づいた人いるかな なんか次回予告になんか俺映ってるらしい。気づいた人さ、俺が何の役か、何の役やったかわかる、わかる多分でも誰も気づいてなさそうだな。ああ、気づいてないね。誰も見てねえのか。<laughs> <だ>誰も見てねえんじゃん。あ一<っ>人いたわ。そうそう、その服着て、そう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 。<laughs> あ、それです。まあ、ちょっと明日告知するわ、きっちり。<laughs> てめえアニメ見てねえくせにドラマ出んなよ、気持ち悪いな。ごめん 俺、アニメ見てねえのにドラマ出ちまったわ。悪いな、なんか。ごめんな。つ <laughs> っ,って、いや、アニメ見たよ。アニメ、あのと、途中まで見た。<laughs> 全部はまだ見えてない。うん、ちょ,ちょっと,と、途中もね。ない今、もう一回見ようかな。見てみようかな。なんか普通に、なんか、おもろいんだけど、ちょ,ちょっとその、エッチすぎたというか、俺には刺激がすごかったというか。うん。 れ一旦みんなやめちゃったけど、ちょっともうこれを機にもう一回見てみようかなと思ってる。いや、AV じゃない、AV じゃない、違う違う違う。あアニアニいや、アニメちょっとエッチじゃん。アニメ正直エッチじゃないアニメエッチだよね。その、変な意味じゃなくてね。普通にエッチっていうか。アニメ実写化って最近受け入れられてんの。いや、だからまあ結局物によるですよね。うーん。 結局やっぱその原作ファンが一番声がでかいからそういう人たちがそので結局ご原作ファンが満足できる内容だとその世間的な評判もやっぱいいからうんいかにその原作に忠実にリスペクトを持って作るかじゃない批判されようが結果的に宣伝になっちゃってるから、まあ、まあ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 なあまあむずいよな ドラマ出演楽しみしたのに、これじゃあもう一本もう脚スパンダか。もう一本は12月にある。理由がごとくの実写でもマがあまりに広すぎて、アマプラ評価星1.6という評価。へんー。なんかそういうの多いよね。なんか原作、なんかその、実写化で、なんかすごい、不評なんで、多いよね。やっぱ期待値が高いんだろうね。どうしても。期待値が高いからこそ、 やっぱそのハードルを超えられなかったときに、やっぱこのファンが。まあでもそれは何にしてもそうか。うん。世の中は全部そうだよな。そのやっぱ期待を超えられてないってことだよな。簡単な話が。素人が配役した方がいいような示し,しちゃって。んまあその素人がとかじゃなくて、例えば利権とか事務所とか、タレントの起用の、そのなんか、なんうその、 そういう変な大人の事情とか入ってない方がいいっていうならわかる。うん。事務所がこの女優をしたいんでとかさ、そういう変な大人の事情がない方がいいっていうのはわかる。その素人が選んだ方がいいっていうのはちょいよくわかんないけど。まあでも、それ言ったら俺が出演できてるのを、まあ、うん、大人の,大人の事情というか、その、ね、その、配役してくれる人がね、そういう、ちょっと、まあ、そういう権力を持ってるんでしょうかね。普通に、あれだけどな。 話しやすいめっちゃいい人。なんかパチンコの話とかたまにするし。枕とかじゃなくて、純粋の生配信が好きみたい。まあまあ、それはもうええじゃん。寄生声好きだったからドラマ出演してこの期間アニメ見よっかなとかいうくらいの温度感のやつに出てほしくなかったすんません、なんか。別に俺アニメ見たよ。寄生声は。